大好き北海道。はい、今オフィスにいます。こちらに北海道が取れた商品がたくさんありますので、今からですね、オフィスのメンバーと一緒に試食をしてですね、どんな感じで見ていきたいと思います。じゃあまずはカリン島いきます。 How is the taste? It tastes right like the snack in Vietnam. Yes, when I work again, they can sell on the market. どうですか？トマトピー、これ同じ、実は食べたことあります。でも日本製は美味しい。日本製は美味しい。ベトナム製はちょっと油、ちょっと、I think it's good and crunchy and easy. How much we sell for one package? 79,000. Buy me chicken. How do you think?はい、かりん島なんですけども、かりん島はベトナムのですね、お子さんが子供の時から食べてるような、すごい庶民的なお菓子であるそうです。なので、ポイントはですね、やっぱそういったいわゆる庶民のお菓子と輸入品で値段が必ず違うので、その値段差をどう説明するかということで、話したんですけども、一つは北海道のミルクを使ってるということで、そのお子さんの健康にいいということを喋んなきゃいけないねっていう話とか、また北海道産ビート糖を使ってるので、いわゆるその普通の砂糖じゃなくてですね、いい砂糖を使ってますよっていうこととかですね、あとはですね、やっぱり話したんですけども、甘さは控えめだと。ベトナムのそのかりん糖というのは、油バーンと使って砂糖をバッとかけられてるんで、そういったちょっと甘さ控えめの健康だってこともいいんじゃないかなっていう話してました。で、パッケージについては、日本語知ってるトットさんはですね、北海道って読めるんで、北海道の日本っぽいって言ってたんですけども、それについてですね、中身が見えづらくて、なんていうか色がですね、こう単純なので、あまりこう目を引かないっていうこととか、一方では何かってことが分かりづらいっていうふうに話してました。はい、次はミルクボールを食べます。お願いします。どうですか？68 In Vietnam they have some traditional and that is it's like 68 for kilogram. So what's the ingredient in Vietnamese one? Have a flavor in Vietnamese in this one? Similar? ミルクの味がする。あ、ミルクにする？おお、いいポイントじゃない。Do you feel me? How is the packaging? Attractive. Cute. はい、ミルクボールについてまとめますと、ミルクボールもですね、ベトナムの子さんが小さい頃から食べている、実はお菓子としてあるようです。その盤面っていうお菓子なんですけども、実はそのお菓子は結構やっぱ安い値段で売られていて、なんとこれの今、1袋 80g なんですけども、80g とベトナムの 1kg の値段がなんと一緒ということで、やはりその値段の違いっていうところをどう説明するかっていうのがポイントになります。で、今話したんですけども、やっぱり北海道のミルクを使ってるっていうことを食べてみたら、その牛乳の味がするって言ってたんで、こういったミルクを使ってるよっていうのも一個付加価値ですし、あとは無着色、無香料、無添加ってことで、やっぱ体に悪いもの入ってないよっていうこととかっていうのも価値になるかなと話してました。あとはですね、パッケージが黄色とか、こういうキャラクターが入っててですね、非常に可愛いと言ってたんで、目を引くって言ってたんで、そういったところも価値になるんじゃないかというふうに話してました。続いてレトルトのジャガイモ食べます。これで強い。 OK OK Is it much? Really? あ、そうなの？ベトナム？あ、そうなの？砂糖食べて食べるの？ In Japan, we eat only butter and salt or only salt. So I feel butter and sugar very confused. For thisIs it normal? For kids too. It's kids. 今ね、練乳かけました。練乳ですね。ベトナムはコーヒーに練乳とか入れるんですけども、練乳とジャガイモ食べるっていうふうに言ってますね。あと子供がよく食べるみたいです。How do you think about the taste of potato? It's good. Next time to fold it because it's convenient. We can eat that way or just 1 minute in the microwave.Convenient to eat. Yes. Price?
13万8000円。 How do you think of price? Pricey? I think this one is for mostly for restaurant or something. How about the package? So, 日本製っぽい。 Actually, what they call in Vietnam is raw. Okay. So it's curry and wonder, what is it? Ah, so it's like, so it's sweet potato? It's still okay. ということで今の話をまとめますと、まあ、ジャガイモっていうのはベトナム広く食べられてるんですね。で食べ方も、まあ、日本と違って、まあ、砂糖とバターで食べたりとか、まあ、あの練乳かけたりとか食べて広く食べられてるということなんですけども、ポイントはですね、やっぱ値段が少し高くなるので、まあ、氷だと、まあ、彼女たちの意見は、まあ、あの便利だですね、あの茹でたりしなくてよくそのまま食べれるっていう便利なところがいいんじゃないかっていうところを、まあ、話してました。まあ、あとはそのレストラン向けであればそのプレミアムだっていうことでこういうものを使った北軽さんのまあ、レストランでの料理っていうのもあるんじゃないかって話でした。まあ、あとパッケージとしてはあのこれよく日本っぽさが出てて、まあ、あと中身がですねこう見えるので、ベトナムのジャガイモは丸いんですけども、これはこう細長いですよね。なので、まあ、それをこう見た時にちょっと好奇心湧くってことだったんで、それはいいんじゃないかってことでした。なのでポイントは、まあ、この利便性とかですね、まあ、あとその味についてどこまでこう説明できるかっていうのがポイントになると思います。はい、北海道牛乳ソフトせんべいを食べていきます。どうですか？ベトナムとのは似てる？じゃあ、めっちゃ似てる。 100% 近く似てる。はい、これ色ラーズこっち。 50,000 or 40,000 or something. So which point do we have to focus? Same taste? Focus on the Hokkaido milk. Good quality of the ingredients. パッケージ？かわいい。How about the price? Chimu Chingin. You can buy 1 kilo, right? 2 kilo. はい、牛乳せんべいをまとめると、あの非常にこれも子供の頃から食べ慣れた味ということで、ベトナムでも非常に食べられている牛乳せんべいがあるみたいです。でバンドンティンって名前らしいんですけども、まあ、それは非常にやっぱり安価で、1キロが250円ぐらいっていうことなので、これ自体がですね今 80g あるんですけども、まあ、輸入してこっち持ってくるとやっぱりその価格がですね、400円から500円になっちゃうんですけども、そうするとまあ2キロぐらい買えるよって話なんで、やっぱその量の問題になってくるとどうしても勝てないと。ただ一方で、そのベトナム人が知ってるっていうことなので、その知ってる親しみがあるもので、まあ日本の良さ、あるいはこの商品の良さっていうところで、北海道の牛乳使ってるとか、北海道素材をこだわって使用してるとか、やはりそういったその高品質ってことを訴えていくことによって、あの買ってもらえるんじゃないかっていうふうに話してました。なのでポイントは、まあ、慣れ親しんだものなんだけども、どうやってその良さ、違いを訴えていくかということにかかってるかなというふうに話しました。あとパッケージもまあ子供は好きそうなのを引くデザインなのでいいかなというふうに話してました。はい、はい、続いてこちらのガラクカレー鍋の素をやっていきます。ロン、so, What kind of situation do you use this one, if any, in homeHot. In this case, you add more water. Yes. You just follow recipe, right? Yes. In this time. How about the price? はい、ちゃん、半分以内。何回使えるのかな？ 6 to 8 times. Package? Nice. Package, so it's not a problem. Yes. Do you eat curry in Vietnamese cuisine? Vietnamese curry in different. It's like they have the coconut milk. Coconut milk. And more sweet.More sweet. Yes. You eat with bread. Yes. Not noodle. Noodle. というわけで、ガラクのカレーの豆の音だったんですけども、まずですね、ベトナムはカレーは、まあ、食べますということで、食べ方はですね、まあ、鍋の味だったり、まあ、ヌードル、麺ですね、麺とあとはブレッド、パンですか、と一緒に食べるようです。で、今回の味は、ベトナムのカレーってはココナッツミルクとか、あともうちょっと甘めの味ということで、あのこの2人で食べた感じは、まあ、味が強すぎる、フレーバーが濃いとか、あとそのしょっぱいと、しょっぱすぎるって話だったので、一応このレシピに従ったんです。そうするとやっぱりしょっぱすぎるって反応だったので、もうちょっとレシピよりも水を多く入れることで、もうまろやかにするのはいいんじゃないかっていう話をしてました。で、まあ一般の家庭でこれ使うとしたら、やっぱり鍋がいいんじゃないかっていう声がありましたね。で、まあ、クリードットさんはまあ日本に行ったことあるので日本の味はもちろん好きなんで美味しいと言ってたんですけど、やっぱり一般のベトナム人はちょっと濃いんじゃないかって話もあったんで、やっぱ味の濃さを抑える必要があるということなんですね。あとはその値段については、まあ、ある程度高いので、やっぱりこれもですね、どうやって付加価値を使っていくかっていうのがまあポイントになるのかなと思いました。あとボトルについては、
まあなんかこれがあのベトナムで売ってるよく あるその紅茶ですか、あの紅茶のボトルのように見えると言ってましたけども、まああのよく見ると別にあのちゃんと書いてあって何か分かるんで問題ないんじゃないかというふうに話をしてました。はい、次に肝臓の鍋食べていきます。How do you taste? I like this. You like this? How you like this one? Okay, not too much sweet. I just feel like it's spicy and healthy. Healthy. Do you know gam tao? Yes. What is a gam tao in Vietnam? How do you use it? It's where you have coffee. Where? Like a pharmacy? Chinese market.My mom uses with the chicken bones to cook. Yeah, lettuce soup. How is it? Delicious. Mm.もうこれは、この道を食べると、食べると、スカモ、ピクライス、this kind of thing is famous in Vietnam. So people will know soon. Yes. People recommend this for health, and tastes good too. Where we should sell this from? Supermarket, convenience store. Convenience store, wow. So I mean, potential.Price? 진무이찡난 This chongqing price in the market now is less than 15 Which market? Sorry. Supermarket of the new store. They have something like this. Candy without sugar and good hotel. Price 30 to 40. Is it imported or made in Vietnam? Imported. From?Taiwan, Thailand, or some in Japan. Oh, okay. How about packaging? I think it's look familiar, but we can recognize Gam Tao in the first place. はい、というわけで、肝臓の鍋についてまとめますと、あの肝臓というのは、今話したように Gam Tao っていうベトナム語で、ベトナムでも非常に有名というかポピュラーなあの食べ物で、まあ、彼女たちが言うには、まあ、病気になった時に生姜と一緒に混ぜたりして飲んだりとか、まあ、そのお母さんがよくその子供に食べさせたりするようなポピュラーな食材のようです。で、まあ、食べてみると味もすごい美味しいと、まあ、慣れ親しんだ味だしあまり甘くなくて食べやすいということで味もすごい気に入っているということで、あのコンビニとかスーパーとかでも売れるんじゃないかって話がありました。まあ、一方で今輸入品でこういう、まあ、あの肝臓じゃないんですけども、あのそうやって健康に効果がある飴っていうのが、まあ、これが今我々が売ろうとしている金額の、まあ、半分ぐらいで売られているということなので、やっぱその価格がチャレンジだろうというふうに話していました。あとパッケージについては、あの黒と金でこうプレミアム感がある一方で、やはりあの漢字が読めない場合ですね、あのこれ何かわからないという、これ裏見てもまあ一応植物あるんですけども、これは何かわからないというのがやっぱ課題なのかなというふうに話していました。まあ、それは我々ちょっといろいろ上に貼ったりして分かるようにしていこうと思ってるんですけども、そうですね、ということで以上です。はい、続いてタケカワチップス食べていきます。じゃあ食べましょう。はい、ビール飲みたいな。ビール飲みたい。How about taste? It's good. It's crunchy and not oily. Not oily, because it's non-fried. I see in Vietnam, this kind of chips popular too. Is it? Yes. I see in the family mart selling next to Kasha. I only buy it. You buy? Yeah. How about price? 俺は金も一金。A little bit higher. We have to talk about this is the Hokkaido salmon, also the non-fry, high protein inside. Collagen, yeah, collagen. So it's best for beauty? Beauty, yes, it's for beauty, yes. How about packaging? はい、じゃあ竹川チップスまとめますと、まあ、まずはまあ味は非常に美味しいということでした。まあ、ベトナム人は酒の皮っていうのを結構完食ですなって食べるので、食べ慣れた味かつまあ北海道の美味しい味がするっていうことでした。で、まあ、中でもやっぱりあのノンフライっていうことですね、まあ、ベトナムの巷にあるのを揚げてるので、そういったところがヘルシーでいいよねって話だとか、まあ、中にもやっぱりもうちょっとここに書いてあるように糖質がゼロとかタンパク質が豊富とかコラーゲン豊富って、こういうところをまああの PR していきたいなというところです。まあ、そういうのもやっぱりこれ一個やっぱりベトナムの産に比べると高いので、付加価値をどう伝えていくかっていうのがポイントだなというふうに話していました。ただ比較的やっぱり皆さんの味が好きなので期待できそうですよね。はい、
はい、続いて鮭とばスライス食べていきます。 Why is the fish not too dry? I feel the greasy of some greasy of some greasy of some is good or what? No. Good? Oh, okay. I greasy of some also with beer. Only this one too strong. Yeah. How about the price? 하이 짬 몽무 이제 It should be together with some salad, beer, or something nice on this one. Means restaurant? If only this one is a bit high. Packaging? When you open it, it's looking like nuts or lemon. はい、鮭を飛ばすライスについてまとめますと、まず味についてはですね、食べてみると鮭の本当その脂の乗った感じがして美味しいと。ただ一方でちょっとその味がすごいその生の味というか、まあ、そのすごい独特の鮭の味がふわっとくるので、これだけ食べると味が強いというような話もありました。まあすぐビール飲みたいって言ってたんで、なんかそういうなんか他のものと一緒に食べるんだったらいいんだけど、これだけ食べるとちょっと味が濃いねっていう話をしてました。あとですね、値段についてはやっぱりこれ高い、まあまあ高くなってしまっているので、これ1個で1000円ぐらい超えてくるので、そうするとベトナムはちょっと高級品になってくるので、そうするとここだけ食べるにはちょっとこうなんかそのサラダの上に乗っかってるとか、なんかその料理と一緒に食べてると、まあその値段もいいんですけど、これだけ買うっていうのはちょっとチャレンジかもしれないなっていう話を聞きました。あとパッケージはですね、ちょっとこう見るとこう鮭が綺麗に並んでないように見えるっていう話があって、まあ値段の割にはやっぱりちょっとパッケージがもう少しこうなんか綺麗に見えるといいやっていうような意見もありました。はい、続いてトカチックバスキーを食べていきます。美味しそう。What's the taste? It's good. 美味しい。Very good. Tasty? Yeah. Very tasty, right? Yeah. I feel so. すごく美味しい。すごく美味しい。How about the presentation? It's too good from the packaging. Inside and outside. Very good. It's the ritual of eat.How do you think about a frozen cake? So like, still okay, not problem. What's the price? Baichan. Baichan. I just think about buying this every day and just stop in my fridge to eat any kind of rice. Just 700 yenトカチュクバスキーなんですけども、皆さん非常に美味しいと言ってます。チーズが濃厚で、まっかつ爽やかで、カラメルの苦さのほろ苦さをマッチして非常に美味しいと言ってます。言わずと思いもずっと食べ続けてるんで、本当に美味しいんだなと思いました。あとやっぱパッケージも非常にこう、まあ、目を引くというかユニークで、なんか開けてもね、外箱だけじゃなくて、なんか開けてもやっぱりこうプレゼンテーションがですねいいという話でした。なので非常にこうギフトもいいし、自分用にも買いたいなっていう一品だそうです。ただ一方で価格がですね、これで3500円ぐらいで売んなきゃいけないんですけども、やっぱりそうするとちょっと高いかなっていう話はしてました。これもし3000円、切ってくる、まあ、2500円ぐらいであれば、まあ、検討できる、もっと買えるんだけども、3500円はちょっと特別な時しか買えないかなっていうような話でした。まあ、どれくらいあるか期待したいと思います。はい、続いて麹パウダー試食します。まあ、そのままちょっと舐めてもらって、今日はですね、ヨーグルトで混ぜて食べてみたいと思います。ライス、おー、other flavor? So because it's just the rice powder, so we don't expect the flavor. Yes. I think I expect it's made with other powder, it can match. Cannot enjoy the flavor of others, and like in the yogurt, it's this way. If you're in your daily life, what do you put and eat, if any? Just milk or yogurt?と、温かいチーズ、うん、一緒に混ぜて、飲む、体がいい。値段は？ばあちゃんタンボ。I think price is not too much expensive. パッケージ？で。ちょっとはい、コーチパウダーのまとめなんですけども、まず
匂いとか味見てもらったところ、まあ、癖がなくて、まあ、どんな食事にも、まあ、どんな風に混ぜても味を壊さないんで、まあ、汎用性高そうだという話になりました。まあ、その後ですね、やっぱこの麹パウダーっていう、まあ、概念とか、まあ、そのベトナムないことをどうやって伝えていくんだっていうことが、まあ、課題だよねっていう話だとか、まあ、それはでも健康にいいとか、あと美容にいいってことが分かれば、まあ、この価格帯ですね、これ1個大体1500円か2000円だろうと思ってるんですけども、それは別にお金を払うんじゃないかっていう話でした。あとはですね、パッケージについては、まあ、彼女からするとなんかマスク、ビューティー用のマスクとかをイメージするような美容っぽいイメージがあるようなので、まあ、綺麗だし、まあ、それが食べ物で美容につながるってことであればマッチするんじゃないかという話でした。はい、はい、続いて竹鶴を使用した生チョコ食べていきます。ウェディングリング What? What? ウェディングリング Means good. What? So you haveA lot of wedding ring before. Toma. Toma. Mmm. 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 Delicious. The sake is so good. How is it taste? It's strong. It's very special. Very special about the liquor. How about the package? Nice. Look luxury.Yeah. Like a premium. 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 じゃあ値段は。ボンちゃんのチンモイ。Price still okay. Only seven. はい。今竹鶴を使用した生チョコ食べました。皆さん味すごい好評で、まあ、何よりやっぱりこの竹鶴のウイスキーの香りがわっと広がるので、それがやっぱスペシャルだということを言ってました。あとですね、ダークチョコレートもほろ苦さとマッチして非常に食べやすいということでした。もともと生チョコ皆さん大好きなんで、まあ、かつそれがスペシャルに感じられるんで美味しいと言ってました。あとパッケージがやっぱこう高級感があるという話で、まあ、一人はですね、結婚指輪ですね入った箱だっていうふうに言ってたぐらい結構高級感があるので、まあ、値段設定も強気で言っても売れるんじゃないかっていう話でした。はい、続いて笹青汁飲んでいきます。飲みやすい。ラテ？マジやばい。オッケー。おお。すごいマジやばい。マジやば。おお。いい匂い。うん。グッ。お、very good。おお。ハマチですか？これも？ちゅうばちゃんなんもいらん。あ。But if you drink one cup per day, you can use for 1 month. Ah. Do you have any association with bamboo powder good for health? She said it's something curious because it's not much product like this. Do you compare with Lama or? Have a package? Good? You think it's Japanese? I know, okay. For rainbow, ギフト。はい、ということで笹青汁なんですけども、みんな飲んでもらって非常に美味しいとまず言ってました。で、笹っていうのが、まあ、ベトナムのこういう青汁っていうものはベトナムで飲むんですけども、まだそういう笹の青汁初めて飲むのでまず珍しいので興味が湧くと言ってました。で、まあ、その他には抹茶のような味がするので、非常にベトナムの方は抹茶が好きなので味に親しみがあるということで、一般的な人が抹茶と比べるんじゃないかっていう話をしてましたけども、まあ、当然抹茶と比べると笹青汁の方が、まあ、健康の効果ってものがたくさん訴えるので、まあ、そういったところをどう訴えるかってことがポイントになるよねって話をしました。あとですね、やっぱ価格がやっぱりベトナムでもこれ6000円とかいう風な価格になってくるので、やっぱ1ヶ月分で使えるといえども、まあ、ちょっと高めの値段なので、まあ、そういった価格を前提に、まあ、どうその健康の付加価値をつけていくかっていうのがポイントになるかなと思います。で、あと思ってたのは、やっぱりこうパッケージに高級感があるねっていうことだったので、あと日本を感じるっていうので、まあ、お父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんに、まあ、あげたいなっていうような声もありました。ギフトにいいんじゃないかっていう声もありました。はい、はい、続いてハスカップランドとしては食べていきます。おお、ナイス。おお、ビューティフォー。ナイスパッケージ。おお、ナイステイスト。テイストグッド。Well, I'm a surprise. Oh, she. Oh,
How about the price? ばあちゃん何もギフトに Good for gift、うん、はい、というわけでハスカップラングドシャ食べましたけども、まあ感想としては非常にこうパッケージも綺麗で、開けてみてもすごい綺麗な個包装になってて非常に妙にという話でした。で、味についてもやはりそのラフングドシャの味とその中身の入ってるハスカップの甘みの酸味っていうところがマッチして非常に美味しいということでしたけども、ただ値段についてはちょっと一箱やっぱりこっちで行くと1200円300円って話になっちゃうのでちょっとお高いかなっていう話で、ただそのやっぱりパッケージが良くて味も良いのでギフトとしてはいいんじゃないかっていう話をしてました。はい、続いてソフトクリーム食べていきます。How is the taste? Good? Very creamy. Yeah. How about the sweetness? Not too sweet. Not too sweet. 値段は we talk about we two option. Put more, bigger and higherOr smaller, but less expensive. Which one better? It's smaller, like bombay chini better. はい、ソフトクリームまとめますと、まあ皆さんすごい好評で、美味しいと言ってました。特にやっぱりミルク感、牛乳感が強くて美味しいですと。あとはですね、あまり甘すぎずに食べやすいので、まあ、どんどん食べちゃうということでした。まあ、今議論になってたのは、まあすごい美味しいと言いつつも、まあコーンでこう日本のようにこう大ぶりに売るのかカップで売るのかちっちゃく売るのかとそういう話になってて。まあ、やっぱり売りたい値段がもうちょっとこう、まあ、低めに設定して、まあ、みんなに食べてもらった方がいいんじゃないかって話で、渡辺人は小食なのであんまりやっぱこう日本人みたいにこう何巻きもしたら食べないんで、まあ、巻き数をちっちゃくして、まあ、原価を下げて売価を下げるとかっていうような工夫を、まあ、していきたいなというふうに思いました。やはり北海道のミルクなので、まあ、好評でした。すごい北海道を感じられる商品の1個になります。はい、続いてベビーポタージュ試食していきます。味は2種類で、トウモロコシと、かぼちゃです。Do you feel strong flavor of vegetable? How much should we sell? Bon chan nam mui. Packaging is still okay. Just buy the fresh one. They just buy the best one. This one is more convenient. More convenient. Only chow, right? Potage. Chow dinh yun. Chow dinh yun what inside? Vegetable and meat. Meat. Yes, normally eat a pork.I see. はい、ベビーポタージュ試食しました。まあ試食といってもこれ赤ちゃんの食べ物なので、まあ、我々味としてはですね、やっぱすごい野菜が濃厚に感じるということで、まあ、北海道の農業とそこで育った美味しい野菜っていうところがやっぱり栄養価が高いっていうところも PR していきたいなというふうに話してました。あとベトナムで今話してたんですけども、赤ちゃんとかっていうのは、まあ、お粥を食べることが一般的で、まあ、お粥がその辺で結構売ってるんですよね。でそのお粥、栄養価が高いお粥っていうのはチャオジンリュンっていうんですけども、それはそのお粥に、まあ、野菜とか、まあ、豚肉とか入れたものが売ってるっていうのが、まあ、通常らしいんですけども、まあ、もちろんそれは一般的なものなんで、まあ、関心のある方たちはこういった輸入品の輸入食っていうのを買っていくらしいので、まあ、それといった層に対してですね、この日本商品の良さを PR して、まあ、北海道のいいクオリティの商品、栄養価が高い商品ということで発信していけばと思います。あとパッケージも高級感があっていいということだったので、まあ、楽しみにしています。はい、can you introduce yourself? Hi, I'm Tan from Sakitan and Check in B2B. What image of the Hokkaido? About the food. Food is good. Okay, thank you. So among the products today we tasted, so which one the most selling? Can you choose two? And what reason why? Okay, in my opinion, the first thing I will choose is the chocolate. Chocolate from Hokkaido. I really like it because it's...The chocolate is very special, and moreover, the this money coming, I will buy it for my friends, and moreover, for my parents too. Okay. Yeah. The second one is I will buy a gift for my friend too. Oh. The packaging is so nice, and the tea is good and really special. Not too sweet, and the packaging inside and outside so nice, so we can eat and share together. The guy is Tang San there.B2B の営業のスタッフです。で彼女の北海道のイメージは、まあ、人と食べ物、人がよくて優しくて食べ物が美味しいということでした。でこのペアの中で一番売れると思ったものは2個で、まあ、1つはこの生チョコレートともう1個はハスカップラングドシャの2個です。で2個ともですね、やっぱりパッケージが綺麗でギフトに最適だってことで、彼女のまあ家族とかあるいはそのまあ友達にあげたいなっていう話をしてました。まあ、特にこの
やっぱりあの、生チョコの方はウイスキーがスペシャルだということで、あのビターだし、その食べやすいというところで、ま、あの彼女は気に入ってました。こっちはですね、まあ、開けるとやっぱりあの個包装も綺麗なので、まあ、単純にギフトで開けた時にみんなで分けてもこうやって一個一個成立していいよねっていう話でした。以上です。はい、それでは自己紹介してください。はい、私はトッと申します。スタキチンの展望のサプライズとして働いています。はい、トットさんって名前で今のスターキッチンの、店舗のマネージャーですね、支払えてもらってます。ちなみにトットというのはどういう意味なんですか？トットはいい人いい人って意味で、なかなか見せらしくて、はい、トットっていうのはグッドって意味なんですよね。トット、日本のトットちゃん。そう、トットちゃんってことで、はい、トットさんは日本にいたことあるので日本語喋れます。で、今回ですね、北海道、トットさん日本にいたことあるので、北海道のイメージって何かありますか？北海道のイメージは、牛乳と雪、雪がやっぱり有名だと。有名、うん、はい、ありがとうございます。で、今回は試食して、トッツさんが売れると思う2個の商品紹介してください。はい、これとチーズケーキと、喉に肝臓、はい、いい喉にいいやつ、うんうん、を選んでいます、うん。それはどうしてですか、これって選んで。私は日本の料理と、チーズが好きなので、うん、これは今、コロナの影響で、うん、これを食べると、うん、体に良くて、うん、ありがとうございます。あの、まあ、トッツさんはあの高島屋の店舗を見てるんで、お客さんがね、チーズケーキが好きってこと知ってるんですよね、はい、なんでこれ売れるんだろうっていうことですよね。またコロナでみんな健康を気にしてるから、こうやって体にいい飴で美味しいから売れるんじゃないかっていうことですよね、はいはい、じゃありがとうございます。Can you introduce yourself? Okay, my name is Frank. I'm in charge of the B2B sale and for this Hokkaido project. So, こちらロワンさんで、B2B ですね。つまり、法人向けの営業のマネージャーをされている方です。What's the impression or image of Hokkaido? First is milk, and the second is the agriculture. For this project, I know about all the specialty of Hokkaido like Haska, whiskey, and curry, lots of things besides the agriculture and smell of cheese. ロアンさんが真っ先に連想するのは、北海道といえば、牛乳と、あとは農業ということでした。まあ、でもその他にも、まあ、いろんなハスカプタとか、今回ですね、まあ、そのウイスキーのプロダクトとかいろんなことを知れたので、まあ、嬉しく思っています。Among these products, so which one most selling you can choose to? Actually, every product has the good spot to sell, but based on our experience in Vietnam market, they still focus on the meal and the agriculture. So I pick up the corns and the hollow meal. Two products, I think this will be the top seller. It's also relating to the kids. Is there any point for that?Benefit of the nutrition of this product to kids, and we can easier to convince mom to buy for the kids. Because mom willing to pay higher cost, not for themselves, for kids. Yes. Okay. So, Rohan さん今回選んだのはこのミルクボーロと北海道のビーボターですね。この2個選んだの。2個はさっき言ったようにロアンさんが想像する北海道は、まあ、農業ですね。農業の、まあ、これはトウモロコシですけど、あとはミルク、牛乳できたプロダクトということでした。中でもやっぱりこう2個とも子供向けの商品なんですけども、やっぱあの親御さんは子供のためにお金を使うので、やっぱりそういったものの方が高くても買うんじゃないかというところで、ロアンさんはこの2個が一番売れるんじゃないかというふうに考えていました。はい、というわけで今日は届いたばかりの商品を、弊社のオフィスメンバーと一緒に試食しました。みんないろんなこと言ってましたけども、どうだったでしょうか。まあ、いろんなそのこんな商品がいいとかこの価格がいいとかいろんなことあったと思うんですけども、まあ、実際ですね、まあ、あくまでこの3人の意見なので、まあ、そういったことも参考にしつつ、どの商品が売れるかってことを今後楽しみにしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。